最初は一本棒の舞をご覧ください。一本棒新井。この一本棒の舞はおそらく町人から百姓、民衆全体を表しているものと思われます。マサカリ遺跡。マサカリの舞は木こりで表されるように山の民から職人一般を表しているのでしょう。刀、倉田。刀の舞は言わずと知れた武士、侍を表します。そして獅子は鶴岡、ダッド、望月、鈴木、上野。鐘が大野、太鼓は辻。では続きましてマサカリの舞をご覧ください。
んによく踊られている獅子舞とは一風変わっております。そもそも獅子とはエジプト、スフィンクスより中近東、アラブ、インド、東南アジア、中国、日本と広くアジア一帯に伝わり、伝説、想像上のキリンと実際する動物のライオンとが融合してできたものと思われます。その立て祭り方や踊り方は国や地域によって多種多様でありますが、そのほとんどが神としてもしくは守護神として崇められております。さてここで見せますこの獅子舞はこの神聖な獅子を退治しております。獅子を退治するということによって幸せが訪れるという発想なのです。しかるにここで獅子は悪魔であり鬼であるというわけです。神様と鬼という180度異なる発想がなぜ日本のしかもある地域で起こったのか、これは謎です。キリン、竜、ライオン、ドラゴン、いろんな名で世界各国で親しまれてきた獅子です。その実態は神なのかそれとも鬼なのか。では最後に頭の舞をご覧ください。